皆さんこんにちは、裏方です。この番組では皆さんが気になる商品を5分で分かりやすく紹介していきます。毎日更新していますので、チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。なお、在庫確認やカスタムのご相談はパドック店頭まで直接お願いします。さて、今回ご紹介する商品はこちら、東京マルイ HK45 電動ハンドガンです。MK23 を教訓に作られたモダンオートハンドガン。で、スペックですけれども、全長が 200mm、重心長が 115mm、 重量が 685g、 空のマガジンとバッテリーを搭載した状態となっております。で、弾丸は 6mmBB 弾、 0.2 から 0.25 が推奨です。原動力は 7.2 ニッケル水素マイクロ500バッテリー、マルイさんのね、これは純正になりますが、他のオプションパーツでもね、他のメーカーからも、もちろんバッテリーは出ています。変換コネクターとかもね、いろいろ出ているので、またその方、そちらの方は随時紹介していきたいと思います。相談数は30発、可変ホップアップシステム搭載で、フルオート、セミオートの切り替え式のハンドガンとなっております。では実際に、打っていきたいと思います。はい、じゃあ弾速からね、測っていきたいと思うんですが、一応先にね、説明しますと、ここがセレクターとセーフティーになってまして、今セーフティーの位置で1個下ろすとセミオート、一番下まで下ろすとフルオートになります。ではちょっとね、セミオートで弾速測っていきます。はい、 69.89。 もう一発、はい、69.77。 で、実際にターゲット打っていきます。フルオートも打っていきますね。はい、セミオート今打ちましたけどね、フルオートでも打っていきたいと思います。セレクター一番下まで下げて、でね、打ってみた感想なんですけれども、まあ、ちょっとブローバックはね、このモデルはしない、もちろん電動ガンなんでしないんですけれども、ちょっとね、グリップがね、やっぱあの4号モデルってこれ、実用で言えば4号の弾をね、使ったりするモデルなんで、すごくちょっとグリップが太いんで、大きな手の人はしっくりくると思うんですけど、ちょっとね、手がちっちゃい女性とかはね、ちょっとグリップが太いかな、握りづらいかなっていうのはもしかしたらあるかもしれません。ただね、冬でも夏でも安定して電動ガンなんで、打てるところはサバゲーでもね、使いやすいのかなと思います。はい、でオプションパーツね、これもね、いろいろ出てるんですけれども、これはあの普通のマガジン、このボディからね、飛び出さないマガジンは標準でついてるんですが、これもあのスペアマガジンで売ってます。で、あとはロングマガジン、100連のロングマガジンっていうのがかなりここね、出っ張っちゃうんですけど、これはもうサバゲーではね、100連マガジンの方が圧倒的に有利かなと思います。で、あとはマズルアダプターとかね、この先に、サイレンサーとかね、つける場合、 14mm の逆ネジ、マズルがね、つけられるアダプターがあります。マズルアダプターがあります。でこちらの方、マズルアダプターをつけると、この先端にね、なっちゃうんですけど、ドットサイトとかをつけることが可能です。であとここね、アンダーレールがついてるんで、こちらの方に、ライト、レーザーとかね、もう後からオプションでつけることが可能となっております。今回ご紹介したのは、東京マルイの電動ガン、電動ハンドガン、HK45 です。ご購入は模型パドックのホームページからお願いします。画面の QR コードか概要欄にもリンクがありますので、チェックしてみてください。この番組は毎日更新しております。皆様からのチャンネル登録、高評価、コメントお待ちしております。それではまた明日お会いしましょう。バイバイ。